18世紀の普山浦僧侶和漢図和漢は、中世から近世にかけて、李氏朝鮮時代に、朝鮮半島南部に設定された、日本人居留地のことである。江戸時代には、津島府中藩が朝鮮との外交、通称を行った。1392年に成立した李氏朝鮮は、1368年に成立した秋とは異なり、 朝光線以外の商船入港を禁止するようなことはなく、入港地にも一切制限を加えなかった。このため、日本の大名、商人らが朝鮮に通行するものが急増したが、彼らの中には、交易に不都合があると和光に変貌するような者も,もいたので、朝鮮政府は1407年頃国防上の県地から郡山和線の入港地を、 京商佐道と万古所在地の東来県と山浦と、京商右道と万古所在地の近海府内地浦に限定した。1410年、日本の思想戦の入港地もこれら2うに限定された。当時朝鮮貿易に大きな利権を持っていた、津島の早田左衛門太郎は1426年、京商左右道各地で22に交易できるようにして、ほしいと。 朝鮮政府に訴えたが拒否され代償としてウルさんの使用らが入港地に追加された。これらの港は当初日本船の入港指定地に過ぎなかったがやがて多数の日本人が住み着くようになり朝鮮政府はこれを制止できなかった。これが三浦和館である。朝鮮半島に居住し帰化しない日本人を朝鮮では久し巨和と呼び、 狩領を頭とする自治が行われた。久し共和の中には、和漢の還元を超えて居住する、漁業,業や農業に従事する、密貿易を行う、和光化する者も,もいた。当初朝鮮政府は、日本人には朝税権、剣断権も行使できなかったため、彼らを統制下に置こうと圧力をかける。1510年、交易上のトラブルもあり、朝鮮側に不満を募らせた。 日本人は、津島からの援軍も加えて、大規模な反乱を起こす。この、三浦の乱は結局、朝鮮側の武力によって鎮圧され、三浦和館は閉鎖されたが、後に一部再開された。富山浦和館後には、富山浦和館とも呼ばれた。現在の富山広域市東区市場台に所在し、行政的には北方にある、東ずま雷剣城。 軍事的には西方にある万古永町の管理下にあった。1494年には450人程度の日本人が居住していた。1510年の三浦の乱によって一時閉鎖されたが、1512年の津島と朝鮮の条約によって政府が再開された後、1521年に富山浦和館も再開された。 富山浦和館は1592年の豊臣・秀吉による朝鮮侵攻まで存続し、三浦和館の中では最も長く日本人が住んでいた。内陣浦和館西方和館ともいい、現在の京昌南、道昌原主沈下育謎の特動園樹里にあった。当時は北方にある熊川県が管轄していた。三浦のうち最も大きなもので、1494年の 在住日本人人口は2500人に達した。日本人側は、朝鮮との居留人数に関する役場を破った、ため朝鮮側が相関するなどしたが、いつの間にかまた増えるという状態であった。1510年には、朝鮮側が制裁として、貿易統制を加えたことによって、三浦の乱が発生。一旦閉鎖されたが、1512年の津島と、 朝鮮の条約によって再開され、1544年の和光事件で、再び閉鎖され、復活しなかった。塩浦は関現在のウルサン広域中区塩浦道に所在した。ウルサン旧市街からワインを隔てた南岸にあり、現代自動車工場敷地となっている。当時は、ウルサン旧市街に置かれたウルサン郡庁と継承佐藤平和説土市の管轄下にあった。 1426年に開港され、1494年には約150人の日本人が住み、1510年の三浦の乱によって閉鎖され、二度と復活しなかった。三浦和館の中では最も小規模で存続期間も短かった。李氏朝鮮のと、ハンスンにも通行を求めてくる日本の大名や商人がいた。ここには彼らを接待するための施設。 東なる館が存在し、通称和館と称された。これは、純然たる接待施設で、日本人が常に在住する居留地ではない。この和館があった場所は、和館道として、ソウルの地名となり20世紀初めまで続いた。日本統治時代には、山都町と改称された。現在は、ソウル特別品格ただ武寺となっている。 1592年に始まる文録、慶長の役によって、日朝の国交は断絶し、戦争直後、津島藩が送った、貿易再開を求める死者が帰ってこないことが多かった。しかし、朝鮮人捕虜を送還するなど、津島藩の必死の努力によって、1607年最初の朝鮮通信使が来日し、国交回復が決まった。津島藩は、 江戸幕府から朝鮮外交担当を命じられ、釜山に新設された和館における朝鮮交易の独占権も付与された。1609年に締結された気流約場によって朝鮮は津島藩主らに官職を与え日本国王氏としての特権を認めた。しかし日本施設のソウル状況は一度の例外を除き認められなくなった。また日本人が 和勘から外出することも禁じられた。また、和勘は日本人、朝鮮人を問わず女性の立ち入りを禁止していた。また、和館内で日本人男性と朝鮮人女性が性的関係を持った場合には、朝鮮側では朝鮮の法律の原点といえる大民律にのっ,とって交換の罪が適用されて女性は原則死刑、朝鮮人男性が 仲介などに当たった際にはこれも死刑としていた。朝鮮側は津島藩に対して同律処罰を求めたが津島藩側は当時の日本の法令では三つを死刑に処した例はないとしてこれを拒絶、これに反発した朝鮮側は江戸幕府に直接この問題を提起することをほのめかした。だがこれが 外交問題化することを恐れた津島藩は1711年に、かのとう役場を結び、津島藩は和勘の外で、共感を行った、日本人男性を死刑にすることを認めた代わりに、それ以外の交換を行った、日本人男性に関しては、永久的な配慮を行うことを確約して、死刑適用は回避することで事態を収拾させた。1607年、 現在の富山広域市東区佐川道付近に新設された和館で約1万坪の面積があった。小和館とも言う。内部には、園東琉町を中心に、館主家、客館、東向寺、日本側の番所、酒屋、その他日本家屋が津島藩によって建築された。1647年には、津島藩が任命した館主が常駐するようになったが、 公益の発展に伴い友浦和館は手狭になり、交通も不便であったので、朝鮮側に再三移転要求を行った。1673年移転が認められ、1678年に総領和館へ引っ越しが行われた。戦前の富山中心部の地図、旧日本居留地が、かつての総領和館の跡地である。 1678年、現在の富山広域市中区南浦道の四道、山公園一帯に新築された、日本人居留区で、10万坪もの面積があった。同時代の長崎の出島は、約4000坪であったから、その25倍に相当する。神話館とも呼ばれた。竜図山を取り込んだ広大な敷地には看守や、海主大長、裁判長、浜番所、 弁天神社のような神社や東向き寺、日本人の住居があった。和刊に居住することを許された、日本人は、津島藩から派遣された、官主以下、大官、横目、初期官、数字などの役職者や、その使用人だけでなく、小間物や、下手や、酒屋などの商人もいた。医学を呼び、朝鮮語稽古の留学生も数人滞在していた。当時の朝鮮は、 伝統中国医学が進んでおり、内科、外科、針、球などを習得するために和刊に来る者が、範囲、町位を問わず多かった。また1727年に、雨の森報酬が、津島府中に朝鮮語学校を設置すると、その優秀者が、和刊留学を認められた。住民は、常時400人から500人滞在していたと、推定されている。 さらに津島から交易船が到着すれば、和漢滞在者が急増したことは言うまでもない。和漢の揚げ年の不振に関わったのは、早田万英門などである。なお、1702年に完成した江戸幕府作成の元禄日本図には、朝鮮半島の南西端に、総領港という地名と和漢と書かれた建物を呼び、津島藩との航路が記述されている。 中世の和漢交易では、日本側は、銅、硫黄、金を輸出したが、南方物産である赤色染料の素木、胡椒などのスパイス類も琉球経由などで、朝鮮に転売した。朝鮮側輸出品は、木綿や綿が中心であった。中世には、木綿の本格的栽培はまだ、日本では始まっておらず、江戸時代になって、ようやく木綿の輸入を必要としなくなった。 また正式の通行施設との工房駅では、大蔵橋など朝鮮の書籍も日本に輸出された。近世の和漢工駅では、日本側は、銀、硫黄、金、その他南方物産を朝鮮側に輸出した。朝鮮側は、朝鮮人参、虎川などの朝鮮産品も輸出したが、江戸時代前期の最大の輸出品は木と、絹織物などの中国産品であった。 当時、日本の絹は、品質が劣り、高級医療として中国絹が好まれたためである。朝鮮はこれら中国産品を、超高貿易や国境貿易で入手することができたが、日本は明への入港を拒絶されていたため、中国密貿易船の来航を待つしかなかった。対馬藩は、この中国産品の中継貿易によって、巨額の利益を上げ、 半の六高は実質10万国以上とされた。しかし18世紀になって日本でも絹生産の技術が向上すると中国産品の輸入が減少し不産交易に打撃を与えた。また朝鮮側が厳禁していた朝鮮人参の種が密かに日本に持ち出され日本国内でも朝鮮人参栽培に成功した。一方、 日本国内の銀産出量が激減したため、銀輸出が禁止され、銅や金が主要輸出品目に変わった。このため、18世紀以降、和韓公益は衰退するが、断絶することはなかった。不山和韓に来航した津島藩太郎は1867年、明治新政府の成立を大陰君政権に通告したが、朝鮮側は、日本の新しい主権者が、 工場と名乗っていることを理由に、国書の受け取りを拒否した。1871年、日本で、廃藩地県が実施されると、江戸時代以来津島藩に委ねられていた朝鮮、外交権を、外務省が接収。1872年、外務、進む、花房吉室が富山に来航し、総領和館を接収して大日本交換と解消した。これに対して、 大院君政権が強硬に退去を要求したため、日朝間の外交問題に発展し、日本で政官論が台頭する一員となった。その後、1875年の高下党事件を経て、翌年日朝修航条旗が締結され、日本外交施設はソウルに駐在となった。ここにおいて、不山の和勘は200年の歴史を閉じることになった。 大韓民国継承北道、ウルシア軍に、和漢優が現存し、警府線の駅名と警府高速道路の、インターチェンジ名、ウルシア軍庁所在地にもなっているが、これは文録、慶長の役で、日本軍の兵論集積所であったために付けられた、地名である。なお、ウルシア優は1981年に、手口が、直轄市に昇格した時に編入されて現存しない。 森谷博光、津島藩における、交換について、藩法研究会編、幕藩法の書籍規範、訴訟、家族マイナス ISBN 978から4、から 762942303P123 から133.140から141、河村博多田、江戸幕府戦日本総図の研究個々に処方。 2013年 ISBN 978から4から 772220187P267 ありがとうございます。